天命の大主教に捕らえられた聖フレイヤ学園のバルキリー、キアナ・カスラナ。親友の娘であるキアナを助けるため、テレサ学園長は天命の敵対組織ネゲントロピーと手を組み、強硬手段で天命本部に乗り込んだ。彼女たちは本部が審判型崩壊獣と対峙している隙に二手に分かれて、両翼から急襲をかけ、本部東側の第三空港を占領することに決めた。テレサさん、飛行部隊が空港の周囲を占拠した。いつでも攻撃を開始できるぞ。いいところに来たわね。こっちも準備完了よ。全部隊戦闘配置、全火力集中、天命本部第三空港を占領するわよ。今回の相手は触手まみれなんてことはないわよね。地上部隊、速やかに空港司令塔を制圧し、テスラ博士と共にコントロールシステムをハックして空港の防御を解いてくれ。僕は機構部隊を指揮して火力支援をするよ。だったら急いでよ、ボス頭。敵がいない時は起こさない。さっさと片付け。Yeah!
次から次へとキリがないわね。やっと来たわね、ハイペリオン。こちら地上部隊、司令塔内部に到達。敵がいないときは起こさない。さっさと片付けとこっと。ここがコントロール室のようね。任せたわよ、テスラ。ふん、骨董品ばっかね。5分ちょうだい。いや、2分で十分よ。もう少し早くできない？外の連中は私みたいに待ってくれないわよ。どうにか持ちこたえなさいよ。そうだ、そのスイカ包丁捨てなさい。もっと虫殺しに適した武器があるわよ。今回の相手は触手まみれなんてことはないわ。艦長、期待しているわよ。目標、捜索中。艦長、期待しているわよ。2分経ったんじゃない？まだなの？まだ1分56秒よ。ネキタ、防御システム解除。空港の防御システムが完全にサーバーダウンしたよ。簡単すぎ。こんな時にもう時間切れかしら。アタック。艦長、この後いいですか？付き合ってね。私の出番ね。防御システムが解除されました。一時的に安全になりましたが、キアナの居場所はまだつかめていません。ネゲントロピーの2人が空港のシステムをハックして調べてくれているわ。少佐は2人の様子を見てきてちょうだい。ついでにメイにブローニャの状況についても聞いてきて。
敵がいないときは起こさないで。目標捜索中。アインシュタイン、テスラを手伝わなくていいの？ハックはテスラ博士の専門だ。それにテスラ博士は邪魔されるのが好きじゃないのでね。僕は一休みしてた方がいいよ。それなら気候から出たら？いや、こっちの方が居心地がいいのでね。空調もふかふかなクッションもある。ミニ冷蔵庫も置いてみたんだ。何か飲むか？ありがとう。でも戦闘中に油断しちゃダメよ。目標捜索中。艦長、期待しているわよ。目標捜索中。どこに隠れているのかしら。メイ、ブローニャの状況はどう？手術がうまくいき、意識も戻りました。でもブローニャちゃんの体はまだ相当弱っているので、戦闘には参加できません。今医務室で休んでいます。よかった。少佐、作戦が始まる前にお願いがあります。私の心臓に取り付けられた爆弾を解除してください。わかった。学園長に報告しておくわ。どこに隠れているのかしら。テスラ、何か見つかった？うるさい！エンジニアには静かな仕事環境が必要なの。わかったわ。タイミングが悪かったみたいね。今回の相手は職種官。艦長、期待しているわよ。テスラ、そっちの状況はどう？あんたの欲しい手がかりが見つかったよ。数時間前、本部のヘルヘイム実験室に一隻の飛行船が入った。ヘルヘイム実験室は嫌な場所よ。オットーが何をしようとしているか、あんたならわかるでしょ？急がなくちゃ。ここから実験室までは近いです。乗り込みますか？そう簡単にはいかないと思うわ。あの実験室には巨大な防御シールドがあるの。アタック士たちの火力では短時間で強行突破するのは難しいわね。こちらには時間もありませんし。他の方法で行くしかないわね。このエリアの大型崩壊炉を止めましょう。シールドのエネルギー供給を断つのよ。いい計画ですね。私が行きます。ここで待っていてください。崩壊炉が止まったらすぐにハイペリオンでシールドを突破してください。どうするの？向こうの増援部隊はすぐに来るはずよ。包囲されるわよ。安心してください。私はバルキリー突撃部隊の出ですよ。包囲網の突破には慣れています。でも学園長、私を信じてください。わかったわ。少佐、ブーンを祈るわ。待って、
残ってる機構を数えてみたけど、一部あんたに同行させられるよ。指揮が必要だから私も一緒に行く。機構はハイペリオンに同行させて。そっちの方が火力がいるわ。私が決めたことに異議は認めないよ。外にいるから準備でき次第来なさい。小娘たちの相手までしなきゃなんて、艦長も苦労してるわね。艦長、期待しているわよ。どこに隠れているかしら。目標、捜索中。どこに隠れているのかしら。艦長、期待しているわよ。どこに隠れているのかしら。目標、捜索中。艦長、期待しているわよ。準備ができたわ。行きましょう。残念。あんたここで死ねそうにないね。何のことかしら。私は一度やると決めたら最後までやり抜くわ。任務開始します。大司教様、本部に到着しました。ご指示を。返答がない。どういうことだ。深様、こちらリタです。大司教様は実験室に入られました。大司教様のご命で深様をお迎えに上がりました。位置情報を送りましたので、私と合流してください。崩壊中だらけだ。キアナ、全部あなたが呼び寄せたのか。即戦即決です。様は綺麗好きですからね。ちゃんとお掃除をしませんとね。リタさん、お帰りなさいませ。深様、審判型崩壊獣の討伐お疲れ様でした。お茶でもいかがです。少し休みますか。どうしてあなただけがここに。あなたの隊長であるデュランダルさんは。デュランダル様はご命を受け、すでに部隊を率いて本部に侵入した崩壊獣の討伐に向かわれました。珍しい、あなたを連れて行かないなんて。
私もデュランダル様の状況が気になりますが、今回は特殊ですので、大司教様よりここで深様をお待ちし、深様に助力するようにご命を受けたまわりました。必要ないですよ。これは私の本務です。ご理解いただけますよ。わかりました。それで任務とは何です？極東支部のテレサ様がネゲントロピーの部隊を率いて第三空港を占領されました。大司教様よりテレサ様を落ち着かせるようにとのご命令です。わかりました。ですが条件があります。彼女たちに危害を加えないでください。ご安心ください。大司教様もテレサ様とその部下の方々が傷つくのを望んでいません。では出発しましょう。あなたを補助できて光栄です、フカ様。彼女たちを傷つけない、戦場において余計な感情を抱くのはとても危険なことですよ、フカ様。任務完了です。私の出番ね。そろそろ天命の守備範囲に入るけど、テスラ、何か作戦プランはある？作戦プラン？オッドーに直電で天命の崩壊路を止めろっていうのは？それから赤絨毯を引かせて迎え入れてもらう。さらにシャンパンを開けてお祝いってどう？プランなんかないよ。あるもの全部コッパみじんに破壊するだけだよ。そのアイディア素敵ね。どこに隠れているのかしら。さっさと片付け。どこに隠れているのかしら。記憶していたよりも回り道だわね。そっちの状況はどう？まあまあよ。システムをハックして崩壊路の場所を特定したわ。こっちはどっかの迷子のお嬢さんよりマシね。いつもそんな嫌味な喋り方なわけ？別に、ただあんたみたいなバカが超嫌いなだけよ。自分に時間が残されていないからって一番危険な任務を買って出る。自分を犠牲にして仲間のために道を切り開く。あんたみたいなのは考えが単純ですぐにわかるのよ。それを言うために私についてきたわけ？調子に乗るな。あんたよりバカなバカを知ってるだけよ。あんたたちみたいなのを見てるとイライラするの。そう。それでもありがとう、テスラ。小娘たちの相手までしなきゃなんて、艦長も苦労してるわね。目標
捜索中。艦長、期待しているわよ。目標、捜索中。邪魔な奴は全部片付けたわ。撤退しましょう。ふん、天命弱すぎ。鉄くずを気候呼ばわりするなんてタイタンへの侮辱よ。まあ、これがネゲントロピーの新型機構ですか。少しお掃除が大変になりそうですね。テスラ気をつけて。そこまでです、少佐。抵抗をおやめください。私の出番ね。武器を捨ててください。危害は加えません。ここに来たのが間違いです。キアナは本当のキアナじゃないんでしょ。私も学園長もとっくに知っていたわよ。それならどうしてここに。彼女の力はとても不安定です。いつ暴走してもおかしくない状況を放っておくのは人類にとっては脅威です。もっともなことを言いながら無実な少女をむざむざと死に追いやる。フカ、これがあんたの正義なの。崩壊に対抗するのに犠牲は避けられません。少佐、あなたは私より分かっているはずです。不相応な哀れみは、さらなる恐ろしい結果を招くだけと。あんた、犠牲は避けられない、の意味を分かってないわね。フカ、本当に恐ろしいのは、世界がどれだけの命を奪ったかじゃない。どれだけの人が、命を奪われたことに何も感じなくなることよ。
小娘たちの相手までしなきゃなんて艦長も苦労してるわね。それでは終わりにして差し上げましょう。言ったはずです。敵に回したくないのなら彼女を傷つけないでください。かしこまりました。深様、教皇庁へ連れ帰り監獄に入ってもらいましょう。私は一度やると決めたら最後までやり抜く。私の出番よ。ハイペリオン、準備完了よ。少佐たちの信号が来たらすぐに作戦を始めるわよ。その前にメイに伝えることがあるわ。あなたの心臓に取り付けられた爆弾の誘爆システムを解除したわよ。これで爆発することはなくなるけれど、第三律者の意識が覚醒を始めるわ。無理しないでちょうだい。まだあの力を完全に制御できないのだから。学園長、心配してくれてありがとうございます。テレサでいいわよ。今の私は天命に背いた反逆者よ。もう聖フレイヤ学園の学園長じゃないわ。ごめんなさい、私のわがままであなたたちまで巻き込んで。そんなこと言わないでください。天命を離れたとしてもあなたは私たちが尊敬する学園長です。2年前、律者である私をセーフレイヤ学園に迎え入れてくれたのはあなたです。あなたが私に居場所をくれました。あなたがいなければバルキリーとしての私はいませんでした。もう2年経ったのね。早いわね。私は体内にいる律者が私の周りの人を傷つけてしまうのではないかと恐れていました。でももう逃げたりはしません。この力で大切な人たちを守ります。メイ、話の途中に申し訳ないがシールドに反応があったようだが、テスラ博士たちとの通信が途絶えてしまった。わかったわ。メイ、出撃の準備よ。作戦開始。あたくしが制約の十字架を振り下ろしたらあんたたちや全員知っているかしら。
よ。早く出てきなさい。私の時間では誰も勝てないのよ。やめて。私の出番よ。ここでキアナたちを待とうかな。今回は何が手に入るか楽しみね。今回は何が手に入るか楽しみね。帰ってきた時決まって旅客寮のドアを蹴り破って、メイ先輩ただいまというあなたが好き。なんで館長、次の目標は何ですか。耳元でお腹が空いたというちょっとあなたが好き。了解です館長。必ずあなたを助け出すわ。私の番ね。私にとってあなたはカスラヌの英雄でも第二律者のレプリカでもない。私にとってあなたは優しいいい子。手をつけ、
待たせ。一緒に帰りましょう。行きましょう、艦長。女の子にこんなことして、だから、ね、まだ終わらないの。無様だね。全く歯が立たないではないか。口だけ達者だこと。お前に何ができる？私の力を貸してやろう。ちょっと不安。これが列車の力。あいつとは決着がついていない。ここで死なれては困る。まさかお前みたいな臆病者と目的が一致。今回は何が手に入る？そろそろテレサたちが来るのか。なら実験も次のステップに進めるとしよう。防御シールドが完全に解除されました。ハイペリオンは間もなく実験室の上空に到着します。おかしいわ、守備が薄くなってる。わざとそうしているみたいに。何が起こっているの。強烈な波動が感知されました。メイ先輩、メイ先輩。キアナちゃん、無事なの？私は大丈夫だよ。無事だし、生まれ変わったみたいなの。キアナちゃん、嬉しいな。目を覚ました時にあなたがそばにいてくれるなんて。さあ、今もう一度私と一つになりましょう、コンケストジェム。遅かったか。すでに崩壊に支配されている。今のあいつは危ないぞ。いいえ、危ないからこそ放っとくわけにはいかないの。いいだろう、敵が律者ならこっちも律者の力で解決をしよう。がっかりさせるなよ。キアナちゃん、あなたはずっと私のそばにいてくれた。私もあなたを一人にはしない。起きて。やばい。元気出してください。
了解です、艦長。私は全てを失った。でも今日私は全てを飲み込む。私が崩壊なのだ。
せ。一緒に帰りましょう。